はい、どうもトシです。今日はですね、一応前回動画上げさせていただきました、まあ、セルフで、作るグラデーションカラーですね。セルフで作るグラデーションカラーと、まあ、見て仕上がりちょっと見ていただきたいんですけど、インスタグラムの方とかツイッターの方ではちょっと写真、仕上がり写真とか見せてるんですけど、今回はちょっと見ていただいて、どうですか？一応市販のカラー剤です。しかも一応グラデーションというか、なんかこう自然な立体感がすごい出てるんじゃないですかね。もう普通に見てわかります。これセルフでこのぐらいまでは自分で絶対できるかなと。なるべく明るい色をチョイスしてみました、わかりやすくするために。で、今日はですね、早速とりあえずちょっと説明しながらで申し訳ないんですけど、塗っちゃいたいなと思います。はい、こちら、カラーバターですね。ACLsカラーバターです。で、シルバー925ですね。はい、一応ブリーチしてないです、こちらのモデルさんは。ですのでブリーチしないで ACLsカラーっていうのはどこまで綺麗にシルバー、みんな好きですよね、シルバー系って。中開けるとこんな感じになってます。まあ、基本的に僕美容室さんなんですけど、まあ、ブリーチしないで綺麗な本当にホワイトシルバーみたいな色ってまずできないと思ってます。で、実際こちらでやっても絶対できません。それはもう分かりきったことで、もしこちら ACLsシルバー925を使ってホワイトシルバーみたいな綺麗なアッシュみたいのを出したいと思ってる人はまずならないので、期待しないでください。ただですよ、ただそうは言ってもそこそこアッシュ味が欲しいなっていう人って結構いると思うんですよ。ブリーチはしたくないけどアッシュしてみたいみたいな人って結構いると思うんで、まあ、そんな人のためにちょっとこのシルバー925ですね、早速塗っていきたいと思います。結構時間を放置するんでバンバン塗っていかないといけないと思うんで、ちょっとバンバン塗っていきたいと思います。これクリームトリートメントなんで、ジャーダについてもいいし髪の毛にもすごく優しいそうです。一応根元から、多分僕の予想はブリーチはしてないんですけど、あ、予想っていうかもう事実ですよね、ブリーチはしてないんですけど、シルバーを今乗せてますので、ほんのりシルバーになるんじゃないかなと。で、ブリーチはしてないんですけどムラ止めにしてるので、ちょっと明るいところも強制的に作ってますので、その部分は結構綺麗な色が入るんじゃないかなと思ってます。結構これ手触りとか柔らかくていいですね。で、僕でもまあちょっと綺麗に入んないですね、もっとブリーチが必要だと思います、僕でも。でもそうは言ってもブリーチはせずに綺麗なこうアッシュしてみたいっていう人って結構多いと思うんですよ。そんな方にはこのほんのりアッシュ、こういうカラーバターでアッシュ味を足すっていうのも結構楽しめるんじゃないかなと思い、動画上げさせていただいてます。結構たっぷり塗って OK だと思います。もうすでに結構染まってきてる気がします。結構すでにもう染まってますね。うん、思ってたより綺麗に多分仕上がると思います。視聴者さんもぜひこれは見ていただきたいですよね。カラーバターのシルバー925、ブリーチなしでどこまで綺麗に入るのか。ベース作りもセルフで
作らせていただいたんで、本当にこれはお客様が見ていただきたい動画なんじゃないかなと思います。こうなるんだみたいな。美容室に行けば一発で綺麗なシルバー系のアッシュって、まあブリッジしなくても結構出せると思うんですけど、まあすごいのはできないんですけど、ブリッジしなくてもある程度いい感じには仕上がりますけどね。今回もブリッジせず綺麗に仕上がると思います。はい、綺麗に塗り終わりました。ちょうどこのサイドですね、サイドのみシルバー系カラーになるんじゃないかなと。でよくこれ注意点としては、こうやって揉み込んだ方が色は綺麗に入りますので、あの塗ったら確実にこう揉み込んであげるっていうことをしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、塗ったらよくこう揉み込んであげると。トリートメントですので、本当にこういうのは揉み込んどきゃ綺麗に入りますんで、ぜひセルフでする方なんかはこう何度も溶かして揉み込んで、ですごいクリーミーなんで塗りやすい、本当にトリートメント感覚でいけちゃいますね。よくこうやって揉み込んだり、はい、結構綺麗にどんどん色入ってます。完璧なこうシルバーアッシュにはならないと思うんですけど、まあブリッジしないでほんのりアッシュ味が出て楽しみたいっていう方なんかはすごくおすすめですね。まだ結果見てないんで皆さんもわからないと思うんですけど、はい、これで一応20分ぐらいは、あの本来であれば熱を当てながら時間を置いていただいた方がいいと思うんですけど、あのまあそんなにがっつり入れたくないというか、僕は今回この動画を上げるにあたり、あのクリア剤で薄めて塗ろうかちょっと悩んだんですけど、やっぱりダイレクトにこれ1本でお客さんがどのぐらい綺麗に入るのかみたいなのを見ていただきたいっていうのもあったので、クリア剤とかは使わずにあのさせていただいてるんですけど、あのまあ入りすぎも嫌だなと思ったんで、あのちょっと時間は短めてみようかなと思ってます。一応あのなんかいろいろ調べてみたら、加温もした方が色の入りがいいっていうことだったんで、ちょっと熱も当ててみようかななんて思ってます。よっしゃよっしゃ、結構綺麗に入ると思います。このエンシールズカラーバター結構いい感じに、でシルバー925ですね、今すごい流行ってるみたいです。はい、こんだけ何度も何度も櫛を通してよく手でこう揉み込んであげてますので、大変綺麗な色は入ると思います。で分かりやすくサイドのみにしてますので、あの綺麗に分かると思います。うん、かなりいい感じに色入ってきてますね。
何度も何度も溶かしてこう手で揉み込んでやっていくと薬液の色が変わってきますので、ここまでこう徹底的に揉み込んだりとか櫛で溶かしたりとかしていただけるとすごく綺麗なシルバーカラーになると思います。まあ、薬液の力を最大限に出すっていうのはこうやって丁寧に丁寧にやることだと思いますので、ぜひまあ、もしプロの方が見ていただいているのであれば、ぜひプロの方は一つ一つ丁寧に仕事を見直していただけるといいかなと。素人の方なんかも意識してこう丁寧にやっていただけると綺麗な色が入ると思います。よっしゃ、はい、ちょっとこれですぐにラップの方もさせていただいちゃいます。で、今ちょっと空調設備の方がついてますので、ちょっと加温の方をですね、端っこの方でさせていただきたいと思います。はい、で、病室あるあるですけど、こういったなんかこう、この紹介は初めてですかね。ちょっと面白いんで紹介してみようかななんて。あ、はい、こうやってちょっと僕の、あ、この店が使ってるのは僕の店なんですけど、使ってるのはちょっとタイプが古いので、まずコードが短いです。はい、で、熱も今すごい新しいのが出てて、こうぐる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 、これはこういうパカッパカッパカッっていう風に熱をこう当ててるんですけど、当ててるんですけど、今の最近の美容室なんかでしたら、この温めるやつがぐる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 回って全体をバランスよく熱を当ててくれるんで、やっぱいい機材を使ってるお店なんかはね、そういうのをできるんですけど、この店ではちょっと普通の従来の美容室の熱当てを使ってます。まあ、本来あまり熱って当てるものじゃない、常温で仕上げていくっていうのがプロの技だと思うんで、これなんかは市販で売ってるやつだからっていうのもあります。で、こちらですね、全然使ってないです。ほら、全然使ってないですね。減り全然減ってないです。一応保管、また次回も使わせて、またカラバタですね、今度エンシールズさん、カラバタさん結構お世話に なると思いますので、何体も何体もビッグでテストをしたりとかさせていただきます。で、今塗って時間を置いてるんですけど、こう塗った感触ですね、すごく手触り良くてマイルドで、本当にトリートメントって感じがしますね。なんで櫛もバン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 通しやすいんで、自分でも結構やりやすいかなと、操作性はすごくいいんじゃないかなと思います。で、色の入りに関しても、これ一応ブリーチしてないウィッグですね。ブリーチ全くしてないウィッグで、セルフカラーです。ちなみに使った薬液もよくドン・キホーテさんとか、ドラッグストアさんとかですね、そういうところでも売ってるような市販のカラー剤で、綺麗に染める方法っていうので、ちょっとご紹介させ、綺麗にグラデーションを作る方法っていうので紹介させていただいたんで、本当にこの、まあ、この後シャンプーしたら両方見ていただくんですけど、2つとも使ったものはプロじゃないです。プロでしか買えないものじゃないです。自分家でもできるものですので、やり方っていうのをこの動画と前の動画っていうのを何度も何度も見ていただいて、ありがとうございます。ぜひお願いします。何度も見ていただいて、研究していただくっていうことを、あと注意するところを気をつけながらやるっていうことを徹底してやっていただければ、綺麗なシルバー系、しかもブリーチなしで、しかもまあ自然な感じでっていうふうに、結構アッシュにしたいっていう人って結構いらっしゃるんですけど、やっぱりブリーチしないと綺麗に入んないよって前提で思ってますけど、こちらですね、市販のものでやった結果でもそれなりに綺麗なアッシュ系にはなるかなと。ただ皆さんが思っていただいているような、本当にこうこれで言うと925シルバーっていうと本当銀な感じで
すごいアッシュみたいな、アッシュのシルバーみたいな、ホワイトシルバーみたいなイメージだと思うんですけど、前提明るくないんで透明感っていうのはそんなに出ないです。まあ、ちょっと濁った感じには絶対当然なるんですけど、まあ、ちょっとセルフカラーでブロック状に染めたりとかしてグラデーションになっているので明るいところっていうのもあるので、その色の変化っていうのも楽しめるんじゃないかなと思ってます。はい、結構喋り倒させていただいてるんですけど、非常に楽しみですよね。で、これこの後ブリーチを3回したウィッグとかで結構いろいろテストさせていただきますので、マーメイドカラーとか今流行りのユニコーンカラーとか、その辺のものもブリーチ何度もして3回ブリーチして、どう綺麗に染めるのかっていう本格的なこだわり系も載せていきますんで、ただそれは結構自分でやるのは結構難しいんじゃないかなと思うので、ぜひ専門の美容師さんに、まあ、動画見てもらったりとかして染めていただくっていうのがかなり有効かなと思うんですけど、まあ、これなんかは普通に自然なカラーバターの使い方なのかなと思うので、自分ででも絶対できるっていう、自分ででも結構簡単に綺麗なアッシュシルバーっていうものができるんじゃないかなと思って動画を上げさせていただいてます。はい、まだかな、もうちょっとです。一応説明書ですね、こちら取扱説明書系なものが一緒に入ってたんですけど、あ、すごいこれが分かりやすいと思います。はい、ビフォーがこちらですね。ビフォーの方が、まあ、茶髪ですよね、多分現状と同じぐらいです。現状と同じぐらいの毛で染めると、こんな感じに、まあ、くすんだ黒ベースというか茶色ベースのアッシュになると。で、ある程度抜いた毛、これはまあやや俗に言う金髪ですよね。で、俗に言うブリーチ1回ぐらいだと思うんですよね。書いてあるかな、はい、ブリーチ黄色みが残ってる金髪ですね。はい、あ、で、隣分かりやすいです。隣茶髪じゃなくて10トーンですね。10トーン系のカラーって書いてあります。そうするとあんまり染まんない、すごいアッシュにはなりませんと。でも、この隣の金髪ですよね、ブリーチ1回って書いてありますね。ブリーチ1回した場合だとやっぱりマットになる、なりますよと。まあ、アッシュミって結構金髪に入れるとマットによるんで、この辺で失敗する美容師さんが多いかなと。だったらパープル、バイオレットとかそういった紫系の色のものをちょっと足してあげることによって綺麗なこちらのアッシュにはすることはできるんですけど、まあ、普通に単純に何も知らない市販普通のセルフでやる場合なんかは金髪に抜いたけど、あれおかしいな、マットになっちゃったぞっていうことにはかなりなり得るので、そこまで明るい人は使わない方がいいと思います。僕は現状こっちの10トーンぐらい、まあ14トーンぐらいかな、市販で一番明るい色って言ったら多分14トーンぐらいだと思う、14トーンなんですけど、まあこっち側だったら結構綺麗なアッシュっぽく寒色系に見えるので、ちょっとこっち側のテストって感じです。ただこっち側にまで行っちゃうとやっぱマットになっちゃうんでちょっとダサいかなと思うので やらないです。で、こっちですね、かなり白まで抜いた場合だと結構綺麗なシルバーアッシュっていうんですかね、皆さんがイメージしてるシルバーアッシュになるんじゃないかなと。だからブリーチを3回以上したウィッグっていうものは結構綺麗に入る可能性が高いと思います。ですので、通常の中途半端にブリーチした毛だと失敗に終わります。ただこちら側の結構暗い毛だったらなんとなく綺麗な自然なアッシュによりますので結構おすすめかなと思い動画を上げさせていただいてます。ありがとうございます。で、そろそろいいかなと。で、まあ極端なこと言えば、そうですね、僕がなんで時間を早めるかっていう理由としたら、極端なこと言ったらこっちだったらいいんですけど、こっちにやや近いんですよ、ベースの毛がやや明るいです。これは10トーンに染めた毛でこういう状態になると。で、本当にちょっと染めたかなみたいな10トーン以下の人ですね、なんかだったらこれ本当単発で使うとかなりいいと思います。で、プラスアルファでグラデーション状に10トーンの中でもグラデーション状に染めてあるベース
で、つまりこれですね、14トーンで、ムラムラで染めてありますと、グラデーションで染めてありますと、これはセルフで上がったような動画何度も言うんですけど、見ていただきたいですと。で、ですのでこっちで通常多分20分ぐらいなんですかね、結構時間を置く人が多いと思うんですけど、書いてないんですけど多分20分ぐらいだと思います。はい、特にそういった注意事項は、あ、15分から20分って書いてありますね。放置時間は15分から20分と、で、濡れた状態に使ってくれっていうことですね。はい、で、15分から20分って書いてあるんですけど、ややこっちのベースの色が14トーン、こっちは10トーンなんですけど、こっちは14トーンで、やっぱり明るいわけですよ。そうするとこっちになりかねないなと、これだとやっぱちょっとダサいっていうところで、こっちにベースがやや明るいんで、もうちょっとこれになったとしても薄めに入ってくれれば結構いい感じになるんですよ。これでも薄め、こんながっつり入っちゃったらダサいです。でもこの中でも薄めに入れば結構 OK 範囲に入るかなと思いますので、まあベースはこっちに近いんですけど、ちょっと早めのシャンプーっていうスタンスを取らせていただこうかなと思います。で、これシャンプーいらないんだと思ったな。よく動画とかブログとか見させていただいた結果、シャンプーはいらず、よく流すだけでいいと。はい、で、これ面白いですね。染まりが悪い場合は二度塗りしてくださいと。もし納得いかなかった場合はもう一回塗ってください。そうすることによってかなりいい色に入りますよと。これ美容室じゃできない技です。確かに二度塗りっていう技はかなり綺麗に色が入ってきます。ですので二度塗りかなりおすすめです。ただ美容室でやる場合はやっぱ時間とコストっていうものがかかりますので、さすがに二度塗りはせず一度塗りでお客様の喜ぶ色をジャストで作るっていうのがやっぱ大事なものかなと思いますので、一度塗りでさせていただいてます。ただ実際問題、美の観点でいったら二度塗り三度塗りってした方が色持ちがいいし、綺麗な色っていうのも入ってきますね。狙った色をかなり作りやすいかなと思います。で、一応10分ですけど、15分から20分って書いてあったんですけど、一応今回は20分で終わりにさせていただきたいと思います。はい、で、ちょっと見ていこうかなと思ってます。はい、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 はい。予想通りの結果だと思います。やっぱマット味が出るのかなと。で、マット味が出て、本当にちょっとナチュラルな感じみたいな、まあ予想通りな結果なんじゃないかなと思います。まあこんな感じなんですけど、ちょっと分かりにくいとは思うんですけど、一度これでシャンプーさせていただくと、どんな色が入ったか分かるんじゃないかなと思います。あ、シャンプーじゃなくてよく流してあげればよく分かります。では早速ちょっと流させていただきます。手触りもすごい流しながら柔らかいです。これは本当にトリートメントって感じですね。うわ、すごい。美容師さんも驚くぐらいなんか手触りが良くなりました。うわ、これはすごいですね。はい、結構面白い結果になったと思います。はい、はい、はい、すいませんでした、長い時間。カメラ今も現状回ってます。はい、ちょっと長い動画になってしまって申し訳ないんですけど、ちょっと引き続き2部として見ていただけたら嬉しいなと思います。非常に面白い結果になりました。まず流した感じ、もう手触りがすごいトリートメントした感じになってていい感じでした。で、実験その2としたら、この顔周りの方ですね、染まってないです。軽く流しただけで落ちちゃったんですよ。もっと色残っちゃうかなと思ってましたけど、流しただけで結構色は落ちちゃいましたね。
これちょっとあの次シャンプーしたらどうなるのっていうちょっと不安味はあるんですけど、はいはいはい、綺麗に色、はいはいはい、綺麗に入ってますよ。ちょっとマット見には偏ってしまってるんですけど、あの本当綺麗な手形、はい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 、ちょっとよく溶かします。はい、一応次回ですね、完全に乾いた状態は見ていただこうかななんて、あのちょっとチロッと紹介はもちろん結果で紹介させていただくんですけど、あの軽くちょっと今濡れてる状態ですね、ウェットの状態でちょっと確認したいと思います。はい、いかがでしょうか。結構綺麗に入ってるんじゃないでしょうか。こっちは染めてないです。こちらは全然染めてないけどです。で、正面から半分ぐらいですね、ちょっと前髪はオーバーしてますけど、あのいかがでしょうか。綺麗に入ってます。ちょっと色、ほら、こう見ていただくとちょっとこう、なんつうんですかね、くすんだんかなっていうか、ちょっと落ち着いたかななんて思うんですけど、まあそんな色も入りすぎてるわけじゃなくて綺麗に染まってます。ただし皆さんがこんな感じです。ただし皆さんがイメージしているような綺麗な本当にシルバー系っていう感じではなく、自然な感じのシルバーにはなりました。ですのでブリーチが嫌だなっていう人なんかなんかだったら、ちょっとこれ薄く塗ってあげるとかなりなんかいいと思うんですよね。普段でトリートメント感覚でできるんで、あの手触りも良くなりますので、たまにのトリートメントっていう感じでやってもらえると、なんか色がいつも綺麗に色落ちしてない、自然な趣味だなみたいな感じでいつもキープできるかなと思います。まあいい感じだと思います。あの次回は今度ブリーチ丈とかを実験していこうかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。長い時間ご視聴いただきありがとうございました。今後もよろしくお願いします。